平城宮、平城宮、平勢宮、え、以上宮は、奈良のこと平城京の大代,代理。1998年、平成10年12月、古都奈良の文化財として東大寺などと共に、世界遺産に登録された、高校遺跡として、日本社。平城京の北端に置かれ、天皇の住まいである大理すなわち内定と、儀式を行う長道院、役人が執務を行う官画の、 いわゆる外朝からなり、約120ヘクタールを占めていた。周囲は5メートル程度の大垣が張り巡らされ、須作門をはじめ豪族の精子にちなんだ12の門が設置され、役人等はそれらの門よりで入りした。東端には、東院庭園が置かれ、園筒が催された。この東院庭園は、今日の日本庭園の原型とされている。ただし、 平城系二とが置かれていた70年余りに間に何度か大規模な改築が実施されており、その間に平城宮内部の構造も変化している部分もあったが、そのことが後世の研究家に認識されることは少なく、実際に本格的な発掘が実施されるまで誤った推定が行われる原因となった。784年、延暦3年に長岡京に選挙され、 その後平城城港が大極殿、第一次跡地に新しい宮、平城西の宮を造営して居住したこともあったが、やがて平安系が都としての地位を確定すると、放置さ、次第に農地となっていった。しかし南都と,と呼ばれ、あくまでも本来の都は、奈良という認識が、大宮人の間にはあった。百五十二年、開園年、武行者の役人であった北浦聖政が、 平城宮大大利跡壺割の図を表し、平城系の跡地を推定した。明治時代に建築士や、関野忠氏が、田んぼの中にある小高い芝地が大極伝第二の基盤であることを発見、1907年、明治40年に平城系及び大大利口を奈良新聞に発表した。ただし、関野の研究は、大極殿第一次の国系の移転を含む平城宮の 度重なる改築の事実を認できず対極伝、第一次を代理の意向と誤認したこと、中宮の、中宮の院とも、聖武、純任天皇のご在所を無条件で代理の別称と、解したこと、第一の誤認のために、実際の代理区域に対しては、ほとど関心を払わなかったことなど、今日から見れば、問題となる部分を含んでいた。この研究記事が、きっかけとなり、 田中荷十郎、溝部文志郎らが中心となり平城宮跡の保存の運動が起こった。1921年、大正十年には平城宮跡の中心部分が民間の基金によって買い取られ、国に寄付された。その後、平城旧市は1922年、大正十一年に国の史跡に指定された後に特別史跡。この時、上田三吉を中心として、 発掘作業が実施されて、大極伝、第二次の北方、砂は実際の大陸域にも移行があることを確認した。ただし、上田もこれが、大理の一部であるとする認識には至らなかった。1928年、昭和3年にも、岸熊基地の発掘調査で今日大理の、東大港として知れている部分を発見しているが、岸も、大理との関連性に気づくことはなかった。 大規模な発掘調査は、その後、1953年、昭和28年、1955年、昭和30年に実施したが、代理に関する石の説の誤りを指摘して正確な、代理の跡地の推定をしたのは、1960年、昭和35年の奈良国立文化財研究所の発掘調査に参加した、工藤慶承であった。戦後に、死、死、が、 常用勘違いであるため、平常旧跡と書かれるようになる。1960年代に、近鉄電車の建車庫問題と、国道建設問題に対する二度の国民的、保存運動が起こった。現在は、ほぼ本来の平城宮跡地が指定され保存されている。なお、東昇大寺の行動、国宝は、平常宮町道院にあった建物の一つである、東昇終電を移築したものである。 霧妻屋根を入りもやにしたり、鎌倉時代の様式で改造されている箇所もあるが、平城宮唯一の建築遺構として貴重である。また2015年度、平成27年度には、平安京大代理のブラックインでの発掘調査によって、ブラック殿、ブラックイン中心施設の規模が、平城宮、第二次大極殿と一致することが判明しており、第二次大極殿は、 平安経営地区されたとする説が生じている。文化庁による特別史跡平常旧跡保存整備基本構想に基づき遺跡の整備、建造物の復元を進めている。費用は全額国費で行われる。すでに第一次大局殿、2010年春工、須坂門、1998年春工、区内省地区、東院庭園地区の復元、2001年が、 完了している。2010年、平成22年4月23日、第一次大局伝の完成記念式典が行われ、皇太子、成人神皇が出席し、旧暦の3月10日にあたる、この日は、1300年前の710年、和道3年、元明天皇が、藤原慶から、平城慶に0とした日である。また、国営講演家が決定しており、 国土交通省主管で、敷地内を横切る近鉄奈良線と奈良県道104号、矢田奈良線、一条王子の移設が検討されている。奈良県道104号矢田奈良線の移設には、周辺地域の住居たちの木が必要であり、近鉄奈良線については、大和西大寺駅と新大宮駅を共に、大宮通りに移設し高架化することが検討されている。二千十七年、平成十九年、 移設に向けての協定が結ばれた。なお、整備計画区域内の須ザ門南西側には、かつて積水化学工業の奈良工場があった。工場の敷地の一部が、須ザ王子や土地にかかっているため、奈良市が約24億円を投じて移転用地を確保したものの、2000年、平成12年1月に、同社から、業績の悪化を理由に転断念の申し入れがあり、一旦は、 移転を断念した。しかし、2012年、平成24年に合意がまとまり、工場は2014年、平成26年中に、山戸氷山市へ移転。跡地は交通ターミナルになっている。特別史跡としての整備事業は、奈良文化財研究所、1965から2000年度、文化庁文化宝引念仏課、2001年度が、直轄で実施し、 国営公園の整備は国土交通省が行う。国営公園内にある平城宮跡は世界遺産ことならの文化財の構成資産であるため大規模な復元、または新規工事等の現状変更にあたって文化財保護法の規制に加えて世界遺産委員会から手続き等を求められる。文化庁の指摘によると 特別史跡管理団体である奈良県が平城風跡の今後の保存管理を行う上で特別史跡平城旧跡保存管理計画を策定することが急務とされた。2007年度までに文化庁文化宝劇念仏課が直轄で国有化した土地109ヘクタールは当面国有化すべき土地の約98%であって特別史跡の指定地約131ヘクタールの 約83%を含む。当初、国営公園は、平城旧跡南方の史跡、平城系須崎王寺跡及びその周囲の未指定地を、加えた約120ヘクタール内およそ70ヘクタールを、国営公園事業で整備すると想定され、また特別史跡指定地内にある佐木町集落、東部のホッケ寺町集落等を除外している。平城宮跡の区域は2008年。 平成20年度に事業化が決まると、仮称国営飛鳥、平城旧石歴史公園に含まれることとなった。開園後、公園中心部の第一次大局連より、南側の第一次長道院及び同面広場を経て、南北に貫く通りに沿って、須ザ門の面する二条王子と門外の須ザ王子まで、整備を進めている。 2018年3月24日から、スザク王子を挟んで向かい合う、国営施設と、県営施設の共用を開け、合わせて、親しみやすいように、国営公園の通常の名称、国営平城旧石歴史公園に代わって、平城旧石歴史公園と呼んでいる。平城宮のメインストリートである、スザク王子と二条王子を復元、王子の広大さがわかる空間を設けてあり、 東側に配した平城旧跡展示館では、奈良時代の生活文化の紹介など、学習の機会を設けてある。また、平城宮の正門であり、奈良時代にも、遠訪れる人たちを迎えた、須作門に臨むことから、西側に、奈良県が、公共交通機関の発着所や食事、土産物販売などのサービス機能を集約している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。